それではですね、シーマ X5C とハブスンの X4 ですね、こちらの比較をしてみたいと思います。まず本体ですけども、X5C、ですね、非常にカラーは白で非常に軽くできています。それから、ハブスンの方ですけども小さいですね、見るからに、おもちゃっぽいです。で、細かいところで少しずつ見ていくんですけども、まずですね、電源のスイッチなんですが、一応ですね、X5C はちゃんとスイッチがあります。ここにですね、こちらのスイッチを入れると、こういう形で、下の部分ですね、LED がこういう形で点滅いたします。一方、ハブスンの方はですね、スイッチがありません。電源のですね、電池を入れて、ですね、そしたらこのコードをですね差し込むと電源が入ると、極めてシンプルな作りですね。こういう形でなります。これで電源が入った状態です。ですから電源を抜くときも同じようにこの抜くという形になりますね。それからですね、実際にはこう、まあこれは足がついてますし、こちらは足は何もついてないです。カメラはですね、こちらの下の部分ですねついております。でここに、マイクロ SD カードを入れることができますね。ハブソンの方はですね、カメラはもう本体に、内蔵されてますね。小さなピンホールみたいな穴が開いてます。これがカメラになります。で、 SD カードはこちらですねの方に差し込むようになってます。各のパーツですけども、X5C の方、プロペラですね、こういう形になりますけど、結構比べるともう全然大きさが違いますね。こういう形になってます。で、止めもですね、ちゃんとネジ止めになってます。これでドライバーで差し込んで止めるようになってます。それからモーターですね、モーターがこちらの方のギアをかまして、こういう形で回転するようになってますね。一方ですね、ハブソンの方はですね、モーターがここにありますけども、羽の方はですね、いわゆるピンに差し込んでるだけですね。これですとこういう形で簡単に、取れてしまいますね。で、これをこういう形で差し込むんです。ですから逆に硬いものになんかぶつかったりするとこれ取れちゃいまして、ある意味安全かもしれませんけども、だっても逆に羽が飛んでってしまうと、その羽がどっか行っちゃう可能性は非常に高いですね。まあ、先ほど言いましたモーターもここですね、モーターも直接付けですね、ギアは何も絡んでないですね。電源を入れるとですね、こう LED がこういう形で表示されるんですけども、 LED の場所がちょっと変わってます。X5C の方はですね、下ですね、いわゆるこちらが上になりますので、下ですから飛んでる時にこの LED を確認できるんですけども、ハブソンの場合はどうか上についてですね、 LED がですから下側見るとあまり、どうでしょう、これちょっと一応なってますけども確認しやすいでしょうかね。これでいいのかどうかで、まあ、本体は小さいですからね、見失う可能性は非常に高いかもしれません。こちらがハブスンのですね、マニュアルですね。こちらは日本語になってます。ちゃんと日本語のマニュアルがついてます。分かりやすいですね。で、一方 X5C の方はですね、これは英語のマニュアルですね。ですからちょっと、理解しづらいところもあるかもしれませんね。今度はですね、コントローラーの方ですけども、こちらがですね、シーマの方のコントローラーになります。こちらがですね、ハブスンの方のコントローラーですね。ちょっとゲーム機みたいな感じになってますね。で、オペレーションの仕方はですね、基本的には同じなんですが、肝心でですね、スロットルのあれの高がですね、逆になってます。ですね、シーマの場合はですね、スロットルが左ですね。これを上げるとスロットルが上がると、で下げるとで、
こちら、前進する場合はこちらですね。こちらを押すと。更新する場合はこちら。右にスライドするときはこちら。左はこちら。そして、こちらの、こちらにやれば、本体がですね、回転するという方法ですね。そして一方ですね、ハブスンの方は、スロットがこちら側、右側になります。右側でこれでスロットを上げると。それで、こちらになると、右に行く。右にスライド。左にスライド。前進はですね、前進更新はこちらになります。前進、更新。そして、これで、本体が回転するという形になります。各調整の方法はですね、大体似たようなものなんですが、こちらの、ハブスンの方はですね、一応、なんていうんですかね、スイッチがですね、スライドの調整なんかの数字が出るんで、ちょっとこちらもやりやすいかもしれませんね。予期してもですね、空撮ができるというのが特徴なんですが、200万画素のですね、カメラがついています。まず、X5C の方ですが、これですね、この部分についております。それでですね、コントローラーの、こっちの特徴はですね、コントローラーで、ビデオのオンオフと、それから静止画が撮れるんですね。ですから、かなり便利なんですが、まずですね、静止画を撮る場合は、こちらですね。こちらのスイッチ。これを上に上げると、これで1枚撮れることになります。それから、動画を撮るときですね。動画を撮るときは、下に下げますね。押すと、これで動画が撮影できるようになります。で、止めるときは、これで動画が停止というふうになります。一方ですね、ハブさんの方ですけども、スイッチはここに、小さなスイッチがここにあります。ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、あります。これをですね、押すと、こういうふうに赤く、ちょっと見えますかね。赤く点滅しています。こちらで、録画が始まっているということですね。で、終わらせているときに追い越せば、これで消えますんで。こういう形になります。ですから、リモコン、つかコントローラーの方からは、オンオフはできません。あとはですね、バッテリーの交換なんですが、X5C の場合はこちらのカメラのですね、電源のコードを抜いて、ちょっとスライドさせて、こういう感じですね、これからいただきます。あとはこう、これを外し、この本体に触っている、ですね、当たってるコードを抜いて、あとはこう差し出す、引っ張りですね。そして新しいのを、こういう形で入れるという形になります。一方ですね、ハブさんの方ですけども、もっと簡単で、なんせスイッチがありませんので、ただ入っているだけですね。ですから、今あるやつをこうちょっと気をつけながら、コードを持って、こうやって形で抜き出すということですね。で、また入れるときも同じように入れるだけですね。それで、使うときになると、こう、つなぐという形になります。両方とも結構人気の商品で、特にこちらは、ハブさんの方は結構有名で、使ってる人も多いんですけども、どうなんでしょうね。どっちがいいか悪いか、なかなか難しいところです。値段もそんなに変わらないですね。逆にハブさんの方がちょっと高いのかな。ただ、見た目が本当におもちゃっぽいんで、外で飛ばしててもあんまり違和感はないかもしれないですね。こちらの方は白くて目立ちます。で、大きさもそこそこありますんで、いわゆる公園でも飛ばしててもちょっと、散歩の人が見ると、ちょっと違和感を感じるような大きさかもしれません。どちらにしても練習しないとなかなかうまく飛ばすことはできないと思いますので、頑張るしかないですね。で、実際に飛ばした空中の撮影の方はですね、X5C の方はもうすでに上げてるんですけども、ハブさんの方はまだ上げてませんので、そのうち上げます、アップしますので、そ
そしたらちょっとですね、画像の方は比較してみてください。まあ、同じ200万画素ですから、多分そんなに大きな差はないと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。